絶望の塔3回。こんにちは、ダイスです。今回はミートピア絶望の塔3回から行ってみたいなと思います。3回のボスはネオンファラオが3体。いや、ここまで結構きつかったんですが、ファラオは一番苦手だと思うので頑張って進んでみたいなと思います。では行ってみましょう。ネオンファラオ、これはこの間でふりかけを使うのがありなのかが全然わからないですね。難しい。ま、MP を回復するために安全地帯に行きつつっていう感じかなと思います。じゃないときついです。もう持ち物がない持ち物がない。3回なのにまだ。はぁ、待って、ほんとファラオか早くないですか。どうしよう、自分はファラオになっててもいいかもしれないけど、これはピンチなんですよね。無理あれ、全員ファラオになったりする。3体ファラオはきついな。何もしないんですよね、ファラオになると。呪われていて、私はファラオって言って、お納めくださいで自分のやつあげるんですよ。すごくないですかまずいですよね。人の回復してる場合じゃないんですが。ほんと、ファラオ化したらすぐにでも安全地帯に行きたいのですが、一旦で2体ファラオ化されるのは結構きついものがありますね。どうしよう。進めるのかな。ちなみになんですが、呪いとか無効にできる職業もいるので、それを連れてきた方がいいんじゃないかなと思いますが、連れてきてません。全くいないですね。きなこだけバラオ化しないかもしれないんですが、バリアの効果があったりするので、それがね、早く会ってほしいな。僕ファラオはやめてほしい。あー、下かー。もう一旦ずつファラオ解除ですね、これはきつい、厳しいな。どうしよう。完成を、ファラオでも完成させられるんだ。ファラオに完成って怖っ。すごい嫌なんだけど僕ファラオで感染できるのか知らなかったです。早く早く次のファラオを解除させたいここの階層きついですね。やっと解除できました。これでまた感染をつけていくと、これで戻りましたね。あれ？待って。あれ？勇者ファラオのうちに完成させると残らないみたい。え、なんで納めさせ、本当にもう。うちのファラオたちがまずい。まずいことしてる。え、こうなっちゃうってことはもう多分、攻めた方がいいってことですよね、きっと。だって200とか HP 回復いくんですよ。ひどい。倒さないようにしながらなんとかするしかないってことですよね。これは。これどうしよう。安全地帯はそのままで、ちょっと本当はふりかけ使いたくないんですが、ジンバ一体使いましょう。厳しすぎる。ファラオ嫌だな。呪いの中で一番嫌いかもしれないです、ファラオか。これでどこまで削れるかですね。トータルで1300ぐらいに削れたのかな。自分がファラオになってる。これはどうすればいいんだろう。HP を考えた順に、もうファラオ無理。はっ、全員ファラオだ。あ、ここで解除になってる。一人だけファラオじゃない子がいますね。これはどうすればいいのでしょう。みんなファラオになる。え、今回の動画はもうみんながファラオになって終わりそうですね。
一体も助けられないかも。これどうしたらいいんでしょう。みんなファラオになっていく。ここが一番強いんじゃないのかな。まだ3階なのに何にもできてない。あれですね、自分で感染をかけたやつも削れちゃいますね。取れちゃってる。カラオケすると取れるのかな、ちょっとわかんないけど、感染の効力がロゼッタにもつけたし勇者にもつけたんですがなくなっちゃいました。困った、倒したい。でもファラオになる。はあ、みんなファラオ、やめてやめて、本当にせっかくの感染が、しかも3体中1体倒したとかっていうのもないですね。これ辛すぎる。あ、やっと倒れた。ファラオ、どれか一体中心に倒していかないといけなかったのか。全体を一気にってやるとあれですね、3体ファラオになっちゃうから、それはやらない方が良かったんですね。もうちょっとだと思うんだけどな。このターンで倒せるかどうかですね。頑張って、みんな頑張って。よし、よし、いけるかな。あ、いったいった。残り1。お、ここで馬。あ、待って、騎乗攻撃1。いけるかな。ネオファラオラスト来たー。意外とレベル45と47でいけそうな感じがしてきました。大邪神、これはまずいやつ来ましたね。今現在こんな感じです。本当に持ち物が全くなくて、ロゼッタと私が回復の飴、 MP 回復の飴を持っているっていうだけの状態になっちゃいました。だいぶきついんじゃないかなと思います。最初から安全地帯に入れられるので、ここで入れておいてスタートっていうのをさっきもしとけばよかったんですよね。これは前回塔で反省したのに、今回のこっちの絶望の塔だとできてなかったので、ここからはきちんとやっていこうと思います。ということで大邪神、次回はこの絶望の塔4階の敵からやっていきたいなと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!